さあコーナーで決めれてないから決めたいな。おっ、と言ったら決めるんだ。はい、皆さんこんにちは。今回もドルトムント監督キャラに続きやっていきたいなと思います。今日はライプツィヒとの試合をやっていこうかなと思います。前半戦最後の試合ですね。ウィンターブレイク明けです。ゲッツなんですけど、一応3年契約を交わしました。いいオファーが来れば多分放出しちゃうと思うんですけど、なんかこのまま契約を更新せずに、まあ、0円移籍させるのはどうなのかなとかいろいろ考えた結果こういう風になりました。はい、という報告です。アカンジにチェルシーからオファーが来たけど放出したくないな、このタイミングで。なんかまあ出してもいいっちゃいいけど、このタイミングはちょっと嫌だから拒絶しときます。はい、そしてライプツィヒ戦のスタメンはこちらになります。ボアドとクドゥスをベンチ入りさせました。やっぱり使いたいってのがあるので今回ベンチ入りさせて、まあいいタイミングができればね、ぜひとも使っていけたらなというふうに思います。ただライプツィヒなんでね、結構難しい試合になるかなと思います。いきましょう。And a warm welcome to the Signal Iduna Park. I'm Derek Ray here in the commentary position, and joining me will be Lee Dixon. And we're in position and ready to bring you live action from the German top flight, the Bundesliga. It is Borussia Dortmund facing RB Leipzig. And let's have a look at the starting 11 for Leipzig. Emil Forsberg starts alongside Marcel Sabitzer in central midfield, and the tactical configuration has two players in attack from the very outset.And the match begins. Well, visionary passing. Oh, that was offside. The decision, it must have been very close. Leipzig's のメンツがもうわけわかんないんだよ。なんでラッシュフォードなの？ラッシュフォードは本当に意味がわかんないじゃん。Manuel Akanji. やばい。いや、さすが入んない。シックもだって、なんでシックいんのっていう、このメンツで順位そんな高くなかったからな。待って、あ、ナイスキー。喋ってたら金曜の言ってしまった。アマドゥ・ハイダーラ、Emil Forsberg. Here's Patrick Schick. Forsberg. 本当な。シックもいいんだよな。まず。うわ。マーカスにやられたよ。いや、このツートップはえぐいて。股を抜いてくる。ポールセンの代わりがラッシュフォードなの？いや、シックか。両方だよ。さあ、いいよ、綺麗に。さあ、切り返して。いやー、いややばい。オッケー、いや、オッケーじゃないか。打たせない。よし。こっちもカウンターや。プラント。こっちもスピードなら負けない。さあ、決めたい。よし。いや、これ白熱しそうだな。もっと点の取り合いになりそう。Well, here it
is again, Derek. The weight of the pass is excellent and the finish clinical. Lovely play. Yes. Well, let's go back to the goal. いやでもなあ、ここで逆転して突き放して新戦力を試したい。Well, the happy times are back. The coach is more than delighted by his team's response. 怖い怖い、ラッシュ、怖い。倒しちゃったよ。いえ、全然もうそこなんて見てなかった。まあまあ、やってますよ。完全にやってますよ。へえへえ。外すんか。めっちゃ打つの早かったな今。いやーラッシュフォード勝て。あがんじ。いやービテル三球すぎる。そのビテルは持ち上がって。アルカセに通った。これ決めたい。わーお。いやでもよかったな、ビツェルのボール出しから自分で運んで最後アルカセにスルーパスで決めれたらよかったな。こんな簡単には決まらないか。さあコーナーで決めれてないから決めたいな。おっと言ったら決めるんだ。オンゴールこれ。どうなったんだ今。おはめちゃめちゃうまいヘディングしてるよ。キャプテン完全にさ、もうほんとゴール間違えてんじゃねえかレベルのあれだよね。いいよ。あーおなぜ。あーどんねか。おー、oh, maybe the うわマジかロスタイム長いな。まず、ファンないね。ファンない。オッケーオッケー。いいよ。さあ、サンチョ。いや、いた。よっしゃー。いい時間帯取った。ロスタイム長くてよかった。でもサンチョも本当に調子が良くなって嬉しいわ。もう落ち着いてたな。いやいい前半の終わり方、勝ち越してよかった。よし。怖い怖い、 PK 怖い。うわくそ。うわマーカス、またマーカスにやられた。さあここでイエロー1枚もらってディレイに変えて崩す。デビュー戦です、ドルトムント。もう一回シュルツ、ロイス、フラント。いやいいタッチ。いや打てない、打てないか。さあビツェルに変えてバイグル、アレカセルに変えてこっちもデビュー戦のボアル。さあ拾ってクルスの左足。うわ
Marcus Rashford. やばい、逆サイド。怖い、怖い。やばい。うわ、ナイスキック。カウンター。さあ、ボール。いや、そっちじゃない、奥。奥だったら今。いやー、最後のあの横パス通ってたらなって思っちゃうな。いやー、勝てたかなっていう痛いドローでしたね。いや、本当にライプツヒのメンツがえぐかったなというのもあるんですけど、あとはまあでも新戦力のボアルとクルスを出せれてよかったなと、まあ、ちょっと強引な感じはあったんですけど、まあ、出せれてよかったです。あとはもうちょいでも試合時間増やせればなと思います。はい、そんな感じで、まあ、また引き上げてしまったんですけど、次は勝てるように頑張りたいなと思います。それでは今日はこれで終わりたいなと思います。ありがとうございました。